おはようございます。感動を生み出す一五郎館、竹下博次です。今日は応援力が心に染みる瞬間、それは負けてる時ですね。負けそうな時、自信を失ってる時、その自分が自信を失ってもうダメかもしんない、くそー、そう思ってる時に、大丈夫竹下、お前ならできるから、ここ踏ん張れ、これが身につけられるようになったら必ず突破できる、その言葉を師匠にいただくんです。以前プロスピーカーになる前も、無理です、森さん無理です、もうできません、いちご農家のこの現状じゃどうにもなりません、そういった時に、何倍よっとね竹下さん、あんたができない自信と俺があんたができる自信と、どっちの自信に自信持つんだ、行ってこい竹下さん、行ってこい。そうやって送り出されて、アチーブメントの最終章のピークパフォーマンスコース、そしてプロスピーカートレーニングプログラム、プロスピーカー試験、チャレンジジャパン、2016年17年、その頃私は地獄だった。でも先輩の自信に後押しされて、私は自信も何もなかったけども、そうやって突破してきたんです。今もそうです。今も師匠に出会って、このプロの本当のプロのスピーカーの師匠に出会って、自信も何も打ち砕かれまして、打ち砕いてくださいました。負けそうです。もうそこに行ったら、その師匠の前に行ったら、私はもう何も自信がない、だからスポンジのように何でもかんでも入ってくる、そんな気持ちになれる、だってこの方は私の応援を絶対してくださるって信じています。そこには自信があります。自分が外に対して自信を失ってても、その先輩が私を指導してくださることに対しては自信があります。そう、その応援団の存在、自分が自信を失っている時に、心の底からそれを支えてくれる方がいらっしゃるっていう自信がですね、その自信だけはある。昨日の日本の試合で、日本代表のことを心の底から最後まで最後まで応援してくれたサポーターが現地に行って、最後まで応援してくださったと思いますが、そうじゃない評論家の方々は辛口のいろんなコメントを書いてましたね、まあ、それも仕事かもしれませんけれども、表面上のコメントはやっぱり痛いですね。痛い、見てて。それが仕事かもしれないけど、立場上言わなきゃいけないかもしれないですけど、負けてる時、自信を失ってる時に、私たちが彼らの自信となって応援し続けることが、日本の日本代表の勇気につながると信じています。経営者もリーダーもいろんなところ前に行って試合してます。いつも日本代表のような気持ちで、家庭の会社の代表のつもりで、いや会社の代表です。そうやって戦っている方々が、自分に自信を失っても、家族やスタッフ、社員が、取引先が、私のことを信じてる、支えて、信じてる、待ってる、その自信を持ってこれからも突き進んでいきます。今日も一日絶好調で、その自信だけは持って進んでいきます。今日は心にしみる応援力でした。